はい、どうも。今回はですね、統一教会がですね、霊感商法での被害金をですね、今半額キャッシュ半額キャッシュバックキャンペーンかなんかでやってて、半額返すんで許してくれみたいな感じの話になってるんですけど、教団にはですね、丸々入ってないかもしれないですねってことで、変な話ですね。普通のですね、営業マンもですね、まあ、壺でいきますか。高額な壺をですね、100万円でこう売れればですね、10% ぐらいもらえたりするわけですよ。で、原価いくらで、営業マンがいくら取って、で、営業マンのですね、日頃の給料も入れて、幹部の方の日頃の給料も入れても、こんなに余るから、韓国に送金できるね、みたいな感じの話になるんでしょうけど、やっぱりですね、そんな感じになってるんじゃないかなと思うんですよ。で、山上さんのお母さんにしますか。ちょっときついですかね。山上さんのお母さんにですね、教団からの指令でですね、壺を売ってこいって、いいって言ってですね、売りに行った人がですね、山上さんのお母さんを落とせた場合ですよ、いくらあたりかですね、もらってるんじゃないかと思うんですけど、もらえないのかな。あ、でも統一教会刑事だからくれないかな、なんかね。なんかただ働きみたいなのをさせられるんだけど、納豆とご飯しか食わされない、食べさせてもらえないとかですね、なんかどっかですね、研修の合宿に行くんですけど、毎日なんかズタボロになるまで働かされるんだけど、納豆とご飯しか食べさせてもらえなくてとかですね、仰天ニュースのやつもですね、なんかトーストにですね、きな粉を振ったやつと牛乳が朝の朝食みたいで、ですけどその辺をですね、私的には割とちょっと評価してまして、まだちょっと後話しますか。だからね、そうだな、100万円の壺を売って、営業マンに 10% 取られて、で、会社の、運営費みたいなのがですね、20% ぐらい必要だとして、これで 70% でしょ？で、韓国送金がですね、巻き上げたお金のですね、3分の1ぐらいを韓国に送金してたらしいんで、70の3分の1でいくらになるだ？ 23 ぐらいなのかな？23ぐらい韓国送金して、すると、いくら残るんだ？その状態からですね、半額キャッシュバックキャンペーンをやっちゃうとですね、教団としてはですね、どうなんだろう。3% ぐらい赤字なのかな？なんかそんな気がします。なのでね、半額キャッシュバックキャンペーンっていうのはですね、結構、統一教会としてはですね、なんだろう、未然に起きるみたいな。こんなに俺んとこ入ってきてないんだけど、払わなきゃいけなくて、って、もう弁護士入ったら全額になっちゃうよって。俺らのとこそんな入ってきてねえのに、みたいな感じになっちゃってる可能性があるよってことで。今回のお話の趣旨はですね、日本の統一教会に、100万円の壺を売っても丸々入らずにですね、途中の人も抜いてるし、韓国の方にも送金しちゃってるんで、かなりきつい状態だよっていうお話ですね。なんじゃないのってことで。そんなにね、遠くない数字だと思いますけどね。だけどね、あそこの教団ケチだからね、
100万円の壺を売ってもですね、牧師が褒めるだけとかですね、運営費もですね、まあ、全体100万円の壺を売ってもですね 5% ぐらいしか使ってないよとかですね、そういう可能性もあるので、わかんないですけどね、結構半額キャッシュバックだけでもですね結構きついんじゃないかなと思うのですが、まあ、他にもいろいろお金入ってるからいいのかな。新聞売ったり珍味売ったり、献金とかね返ってくるのかな、あれ献金はね返ってこない可能性があるのかなとか思いますけどね。はい、今回ですね、日本の統一教会もですね割ときついのかもしんないよってお話をしてみたよってことで、田中さんとかも結構頭痛いのかもしんないよってことで、はい、以上です。